財布、財布は、紙幣や硬貨など、通貨の形態に用いる袋、または容器である。財は、小安貝の象形と、川の氾濫をせき止めるために建てられた、良質の木の象形から、人にとって価値のあるものを意味し、木槌を手にする象形と、頭に巻く布に火をつけて、帯に差し込む象形から、木槌で叩いて、柔らかくした布を意味する、布という漢字が組み合わさり、 財布となった。これらは一般に金品または貴重品と呼ばれる価値の高い物品を収納し、携帯の瓶が良いように工夫されたもので、特に携帯製に主眼が置かれているが、その収納機能も携帯に際して邪魔にならない形で、これら物品を機能的に収納できるよう工夫された製品が流通している。これに収められる物品は紙幣や 公開以外にも、クレジットカードやキャッシュカード、またはプリペイドカードなどの実質的に金銭に準じた使い方がされるカード類のほか、運転免許証やパスポート、名刺等の身分などを証明、確認し得るもの、あるいは定期券や診察券、ポイントサービスなど、各種サービスを受けるためのものを入れることができるようになっているのが多い。 紙幣に特化した、札入れや小銭に特化した、小銭入れもある。また、小銭入れの部分を持つ財布は、小銭入れ付けとして特起して販売されることもある。デザインによって、男性用、紳士用あるいは、女性用、婦人用として製品化されているものもある。なお、利用者の要塞満たせば、財布として販売された、以外の容器も、財布として利用されることがある。 例えばハンドバッグは小型のカバンであるが紙幣を大量に持ち歩く人にとっては文字通りの財布として使われる場合もある。その一方でクレジットカードやプリペイドカードまたは電子マネーで全ての用を済ます人にはそれらカードを収める機能を持ったものが財布となり小銭だけを持ち歩くものがコインケースとして写真フィルムの空きケースを使うなどするケースも見られる。 財布の形状としては、長財布や折り財布、二折、財布、三折財布がある。また、金属製の口金を持つ補填状の財布を、ガマ口というが、これは、ガマガエルのように大きく開く、口、開口部を、持ちためである。後部には、ファスナーを取り付けたファスナー型と何も、取り付けていないオープン型とがあるが、金属製の口金を取り付けたもの、ガマ口の長財布もある。 他にもマネークリップ、マネークリップという一般的な財布を計量語型化した財布もある。紙幣をクリップで留め、カード類を最小枚数で持ち歩くことに特化している。スーツの胸ポケットにも入れることができ、紙幣をスムーズに取り出せるため、お店でチップを支払う文化がある米国で定着している。素材としては牛革、クロコダイルパイソンなどの比較のほか。 布やポリ塩化ビニルなど一定の耐久性があるものが用いられるが、紙、特に和紙が素材として使われることもある。近年は軽くて丈夫な炭素繊維を使った財布も登場した。財布の発生はおそらく貨幣経済の発生、発展と同義だと見ることができる。貴重な物品を落とさないために袋にひとまとめにして持ち歩き、また売買をする際に、 内容物の出し入れが、たやすいようなもが利用されたのだろう。しかし、貨幣経済が多発的なものでもあるためその原点には、不明な点も多く、財布の発生もまた不明である。欧米では17世紀に紙幣が登場するのと時を合わせて登場した。それ以前は、紐付きの小さな袋が効果を入れて、財布として使われていた。これらの初期の財布は、 牛革や和格をなめしたものが使われていた。日本では、江戸時代に、半紙が使われるようになって広まり、太紙入れの技術を応用して作られた。紙幣が流通する以前は、中央に穴が開けられた硬貨が使われており、穴に紐を通して持ち運ばれていた。中国では、青銅製や鉄線などの発達に伴い、これの穴に紐を通して束ねる様式であったが、これは、 貨幣鋳造の段階で紐を通すための穴として開けられ、最初から形状が扱われ方や持ち運び方を想定したものもあった。ただ効果は無造作にポケットなど、衣服の袋状になった部分に放り込みれることも多く、この事情は20世紀以降の現代社会でもあまり変わっていない。現在広く使われている複数のカード用のポケット付きの二つ折りの財布は、 1951年にクレジットカードが発明されて以後広まり、1950年代初期にほぼ現在のものと変わらないデザインのものがなした。1970年代にマジックテープ、メンファスナーを使用した財布が広まった。21世紀初頭の現代ではビジネス用のシンプルなデザインから子供向けのアニメなどのキャラクターが印刷されたもの、また変わり者としては、 透明なプラスチック製で中身が見えるものなもある。紙幣と硬貨は一色たにすると紙幣が傷むためあまり一緒に収められることはない。特に自動販売機発達以降には傷んだ紙幣が機械で判別しにくく、あまりに損傷がひどいと紙幣としては利用できなくなることもあるため、紙幣と硬貨は別々に収める様式が一般的である。男性の皮膚には 財布を入れるポケットに紛失、盗難防止用にボタンがついていることもある。背広上着の左内ポケットやズボンの左ポケットである。右利きの人は左のポケットに財布を入れることが多いからである。ただしするや、解放泥、酔って寝ているものを狙う行為など、窃盗被害では真っ先に探られる部分でもあるため、防犯上は簡単に抜き取られないようにしておいた方が良いものの、 あまり厳重にすると財布が取り出しにくくなるだけでもあり、兼ね合いが難しい。カジュアルな服装では、ズボンのポケットに収められることも多く、このズボンのポケットに収まる二つ折り財布と呼ばれる、紙幣を収めた状態で二つに折りたたむタイプも広く、利用されている。このか、子供向けや、高齢者などでは脱落防止に、釜口財布に、首から下げる紐を取り付けたものや、 口金にはそのための缶が作られている。二つ折り財布にベルトなどに取り付ける紐が付いているものも見られる。ただ、今後は電子マネーの普及などにより効果や紙幣を持ち歩く機会が徐々に減っていくことも予測され、これに伴って財布の形態も変化していくことも予測できる。スキミングの問題ではカード情報を財布の上から盗まれる懸念から、 電磁波を遮断することを歌った製品も登場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。